美女ってやっぱ時間も気にしなければいけないですし、最後まあ、パネルだったらまとめもしなきゃいけないし、あと当然質問が出なかったら促したり、あと会場から出なければ代わって質問をしなければいけない時に、あまりこうつまらない質問をしてもなんかちょっと議長としての威厳は ないし、まあね、講演者にも失礼だし、それなり にこう一応深く考えた質問を端的にしなきゃいけないのためには、まあ、45分だったり1時間の講演をしっかりと一言一句漏らさず、キーワードは全部書きながらやっぱやんなきゃいけないっていう、これがやっぱ、まあ、その代わり講演者の方のすごくこう、言わんとすることをこう自分の中で兆候の時よりも深く考えながら聞けたっていう意味では、議長と兆候は全然違いましたね。自分と違う業種の、全く普通だったら、すれ違いもしないような業種の方と面と向かって、やっぱそれしかも代表取締役だったり創業家の方だったりするので、いろんな視点で喋る機会を結構その今回のこの、マニファクチャリングサミットというコンテンツをこう柱にハブにしてですね、やっぱこういろいろと会話できる機会をやっぱ議長っていうのは持てるので、そういう意味ではいろんなインサイトをもらえるという意味では非常に有意義な役割じゃないかなと思います。